本社、熊谷営業所の現在の様子国際ハイヤーは、かつて存在した、東武グループ朝日自動車系のバスタクシー事業者で、そのタクシー事業のブランド名でもある。埼玉県熊谷市に本社を置き、埼玉県北部を中心に営業していた。元々の本業はタクシーであるが、東武バス熊谷営業所の肩代わりと、両毛観光バスの九州合併により、バスも営業していた。 2004年に、中央自動車と対等を合併し、国際中央交通を設立。現在は、国際中央交通、熊谷営業所となっている。なお、国際中央交通の存続会社は、国際ハイヤーであり、本社所在地も変わっておらず、公式サイト上の遠隔も、国際ハイヤー時代から連続して記述してある。ブランドのアルファベット表記は、 路線バスが国際、観光バスが両も RK。営業地域は、設立時は熊谷市、群馬県大田市、大泉町、東部グループタクシー事業再編により熊谷のみとなる。東部バス熊谷営業所の肩代わりによって熊谷周辺へ拡大、両毛観光バスの合併により、大田市再進出及び栃木県進出というように縮小と拡大を繰り返している。 系統番号については、東武バスから継承したもので、路線新設、または、行き先表示が、布式から、LED 式に置き換えられる際に順次消去、されていった。すべて熊谷営業所の路線 BJ エディターズ、BJ ハンドブック R54 アサヒ自動車、BJ エディターズ、2005年1月1日、ISBN4 から434053221。43 ありがとうございます。